1487年、関東管領、山之内上杉氏と、一族の、扇ヶ谷津上杉氏が争う、長教の乱が勃発。当時、伊豆を拠点としていた、北条早雲は、扇ヶ谷津上杉氏の陣営に属しており、戦乱の中、扇ヶ谷津上杉氏の知遇を得て、次第に相模へ勢力を拡大していきました。乱が収束した後も、早雲は進出を緩めず、晩年には、相模全体を掌握するに至ります。息子の北条氏綱に代替わりした頃には、扇ヶ谷津上杉氏から独立し、両上杉氏の領土である、武蔵を侵食し始めました。拠点の江戸城を失い、両上杉氏は、連携して北条氏綱と敵対するようになります。扇ヶ谷津上杉氏は、北条氏綱の侵攻に対抗するため、調布の玉川付近の台地にあった、古城を再興し、神代寺城を築きました。これが神代寺城の起こりです。神代寺城は、東京の調布市にあり、多摩川から2キロメートルほど北側の台地に築かれています。現在は、中央高速と神代寺、神代寺植物公園水生植物園に囲まれた場所に位置し、公園内の小高い丘として整備されています。城は第一角から第三角の3つの廓から構成されています。水生植物園に広がる湿地帯が、かつては城の東、南、北を囲い、天然の堀となっていました。平地である西側からの侵入に対しては、3つの空堀で防御する構造となっています。神代寺城を一周してみましょう。湿地帯から城の北側を一望してみます。第一廓の湿地帯側には腰廓があります。現在は横幅3メートルほどの広場と中央に向かう小道になっています。第1廓の小口から第2廓につながる土橋を歩いてみます。第1廓と第2廓との間の堀は現在もきれいに残っており、土橋からよく見ることができます。第二廓の中央で一周回って、廓を一望してみます。
第2クルワの土塁から第1クルワの矢倉台周辺の堀を見てみます。第2クルワ南側の土塁はきれいに残されており、その上からはクルワ全体が一望できます。最後に第1クルワ南側の急斜面を見てみます。第1クルワの土塁上から見るとかなりの急斜面であることがわかります。神代寺城の南方、多摩川の対岸に北条氏の小沢城があります。1530年、扇ヶ谷津上杉智興は神代寺城より進軍し、多摩川を越えました。対する北条勢は、元服したばかりの氏康が初陣し、扇ヶ谷津上杉智興と対峙しました。この戦いについては、後編の小沢原の戦い編で詳しく取り上げますので、ぜひご覧ください。神代寺城のすぐ北側に神代寺があります。神代寺は奈良時代の733年天平5年に改装された天台宗別格本山で、東京都では浅草の浅草寺に次ぐ古刹です。境内付近には豊富な湧き水が出ており、緑豊かな参道には有名な神代寺そばの店や、休日には屋台が出て観光地としても有名になっています。他にも日本三大だるま市の一つ神代寺だるま市や、毎年秋に開催される神代寺そば祭りもよく知られています。他にも神代寺植物園など神代寺城周辺は見どころの多い場所となっています。調布にお越しの際には神代寺城と合わせてぜひ足を運んでみてください。